さてさて、続きましてはね、本日ね、我々せっかくこのアナと雪の女王のショーウィンドウ前に登場しました。ということでね、アナと雪の女王についていろいろ触れていきたいと思います。さあ、ということで、こちらにはね、ダブルヒロインアナ・エルセが登場して、こちらには大人気の雪だるまのオラフが登場して、さらにこちらにはこれ皆さん知ってます？このね、アナ・エルセ、オラフの周りにいるちっちゃい雪だるまみたいなキャラクター、知らない方いらっしゃるかもしれませんね。知らない人、あ、いた、あ、何人かいらっしゃいますね。大丈夫、知らない、勉強不足、ご紹介しましょう。こちらのね、ちっちゃいコロコロした雪だるまのキャラクター、スノーギースというキャラクターでございます。でもね、おかしいですよね、アナと雪の女王にこんなやつ出てきましたっけ。ね、出てきませんでしたよね。じゃあこいつら一体何者なのかと言いますと、実はアナと雪の女王、2時間の映画本編以外に実は続編の短編映画が1本あるんですね。アナと雪の女王エルサのサプライズという作品でございます。これね、エルサの誕生日にアナがお祝いしようとして、で、エルサがね、風邪をひいてるんです。エルサが拍手をって言って、くしゃみをするたびにこいつが生まれる。ちょっと何言ってるかよくわからないですか。でもね、ご存知の方は間違ってないですよね。エルサがくしゃみをするとこいつが生まれる。もうそれ以上説明のしようもないんですけど、じゃあちょっとせっかくですから実践してみますか、ね、はい、お父さんどうぞこちらへ。お父さんエルサ役です。はい、じゃあせーので、かわいいのお願いしますね。話聞いてました？エルサがくしゃみをうんって言ってるでしょ。話聞いてなかったの？どんな集中力で弾いてるんですか。スノーギース、エルサがくしゃみするとスノーギースがポコッと生まれるじゃないですか。あれがね、ちょっと僕の説明だけだとよくわからない方いらっしゃるみたいなんで、こういうことですよっていうの、そう、まあ、要するにこれをやってくれっていう話です。かわいいのちょうだい、かわいいハクションちょうだい、よろしいですか。はい、というわけで、せーのでエルサがくしゃみをしますよ。するとせーの、これお父さんがやんないと先進まないやつだからね。そうそうそうなんです、こういうことなんですけど、お父さんちょっとかわいいくしゃみしてもらっていいですか。みんなお父さんのくしゃみ見たいですよね。ほらほらほら、拍手出たよ。ほら、こんなもう大道くんのくしゃみじゃもうお客さん満足できないわけですよ。何ですかその緊張感。大丈夫大丈夫、いつものちょうだい、いつもの可愛い感じで、はい、小指が出てきたよ。じゃあしょうがない、今日は大道くんのくしゃみでいきましょう。大道くん、こういうことです。これがスノーギースです。いやいやいや、でも間違ってないですよね。このスノーギースがね、たくさん生まれるわけでございます。なんですかそのいぶかしげな顔は。熱はないわ。映画を一生懸命再現してるんです。もう一回やって、これ結構ね、足腰に負担です。はい、ということで、これがスノーギースです、ね。知らないよという方覚えて、熱はないわ、あんたたちがやれって言ったんでしょうか、ね、そっくりだったでしょうか。ということでね、こちらスノーギースというキャラクターね、短編映画の方に登場したキャラクターでございます。ぜひ皆さん覚えてあげてください。さあ